こんにちは、スモちゃんの森本です。今、博多駅に着きました。東京では羽田と成田を間違えるという凡ミスを犯しましたが、無事今博多に着いたので、これから空港の近くにあるご飯屋さんに行ってみようと思うので、そちらまで、ちょっと案内してみようと思います。今日は11月の8日かな、金曜日なので、まだ、本場所まで2日間あるので、2日間の間は博多市内をいろいろと回っていきたいなと思っています。実際博多駅に、空港ですね、福岡国際空港に来るのは何回か来てるんですけど、この周辺を散策するってことはあんまりなかったので、いろいろと探してみて良さそうなところがあったら皆さんに共有できたらいいかなと思っています。じゃあ行ってきます。バイバイ。はい、ということで、だいたいね15分ぐらい歩いて到着しました。まだ到着してないんだけど、あそこにちょっと黄色い看板が見えると思うんですけども、あそこが博多の到着して福岡空港からいつもね、食べに行ってたラーメン屋さんなんですけど、1杯500円で食べれるラーメン屋さんで、最近消費税が上がって値上がりしたんですけど、それまで確か450円で食べれるところで、ちょっと汚らしいお店なんだけど、地元の人にすごい好かれているお店っていうところなので、久々に、どうだろう、もう5年ぶりぐらいかな、僕もめっちゃ久々なんですけど行ってみたいと思います。ラーメンで安い1100円です。はい、ありがとうございます。もうそろそろ上がります。ということで、今一楽ラーメン行ってきました。めちゃくちゃ美味しかったし、すごい安い。今日は、僕は博多に着いて初めてのご飯だったから、豚骨ラーメンとチャーハンと替え玉、もう相当お腹いっぱいになったんだけど、ラーメン1杯500円、チャーハンが650円で、替え玉が100円っていう風になってました。これね、相当お腹いっぱいになるし、実はね、意外と唐揚げ定食がすごい出てました。もしも大相撲の時でもそうですし、それ以外でも博多に来ることがある方は、福岡国際空港から歩いて15分ぐらい、1キロぐらいのところにあるんですけど、一楽ラーメンっていうところに寄ってみてはどうでしょうか。ということで、11月8日の金曜日でした。バイバイ。チャンネル登録ごっちゃんこ。